ザ・ジョイ・ホーミダブルとは、イギリスの3人組オルタナティブロックバンドである。イギリスのオルタナティブロックバンドの中でも、特にハードな音楽性と演奏が特徴。大手音楽雑誌の n m e は、ボーカルのリッツに対し、彼女は、近いうちに、スーパースターになると非常に高い評価をしている。また、近年はシングル、ワリングが、全米、オルタナ・ソング・ジャートでも、ランクインするなど、 アメリカでの人気も獲得している。リッツ子供時代からの友人であったリッツイとリディアンがマンチェスターでトリキー、ニクソンという名のバンドを結成。間もなくバンドは解散し、その後地元ノースウェールズへ戻り、2007年にザ・ジョイ・ホーミダブルを結成。2009年1月19日に8曲入りミニアルバムエイバルーンゴールドモーニングをリリース。 2011年1月24日、メジャーデビューアルバムザビッグロアをリリース。全英アルバムチャートにて初登場31位を記録を、そして全米ビルボードトップヒートシカーズでは初登場8位を記録した。また、日本国内版がワーナーミュージックジャパンより6月22日にリリースされている。ありがとうございます。